あとなんか、ためになる話でもないんですけど、まあ、はい、これ有名っちゃ有名な話なんですけど、お願いします、有名な話。バスケの NBA。おー、バスケのね、はい。はい、リーグですよね、NBA、はい。そうです、アメリカの、うんうんうん、最高峰の世界一のリーグ、NBA ってあるんですけど、昔、まあ、いろんなスター選手じゃないですか。はい。僕が好きだった選手で、アイバーソンっていう、アイバーソン聞いたことあります、ね、アイバーソンっていう方がいるんですけど、はい、すごいなんか割とその、まあ、NBA の中で華奢な方かな多分、うん、まあ、実際見たらもちろんでかくてあれなんですけど、まあ、でもその180でもちっちゃいって言われる世界ですよね。そういう世界で、うん、そのやっぱその技術スキルで、あ、かっこいいね、そうフィジカルよりもスキルで、はい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 、その言わすというか、もう圧倒的シュートテクニックと、そうあれは体のこう立ち回りというか、うん、はいはいはい、うん、NBA の中ではまあそうそんなでかくない、体自体はな感じで、うん、まあ、すごいスター選手なんですけど、はい、はい、そのアイバーソン選手、あの体入れ墨で有名で、おお、いろいろ入れてるんだ、そう、すっごい入れ墨有名で、はい、その、まあ、日本の漢字とかも入ってて、忠っていう、忠義の忠、忠義の忠、忠誠とかの忠、正すっていう、あのあれですよね、そう、はいはい、すごいかっこいい感じとか入れられて、日本も感じも好きなんで、はい、そのレジェンドキャラなんですけど、このアイバーソン、もう有名な話なんですけど、うん、ちょっと地元が悪い、地元の友達が悪いと言いますか、はいはいはい、はい、その、まあ、そういうちょっと治安が悪いところ出身、治安が悪いところ出身なのか分かんないですけど、はいはいはい、アイバーソンがスター選手になってから、はい、その元々の地元の友達、まだとつながりあって、ほう、その地元の友達に、アイバーソンの車貸したんですよ。はいはいはい、はい、すごい高級な、まあその NBA でめちゃ儲かってるからね、うん、めっちゃ本当スター選手だからすごい、うん、高級カー、はい、高級カー貸したら、その地元の友達がその車で、アイバーソンが借りた車で銀行強盗しました。えぎちいなそれ。えぎちいな。世界びっくり仰天ニュースじゃないですか。びっくり仰天でしょ。ためにならんだろそれ。ためにならん全然。ダメだから、だからどんなに売れても、はい、地元の友達に車貸すのは気をつけろっていう。ためになる。ためになるな。いやそれ地元の友達に車貸すとそういうこともあるぞっていう。そういうことか。うん。しかも車って日本の法律だと、じゃあ僕からのためになる話で、日本の法律だと例えば、まあこれ車持ってる人だったら全員知ってると思うんですけど、その自分の車を貸してそれが事故起きたら、その車の持ち主の責任にもなりますからね。そう、まあ車持ってる人は皆さんもちろん知ってると思うんですけど、だから自分の車で事故起きたらその人の責任も問われるので気をつけないといけないですよね。気をつけなきゃ、だからもしかしたらアイバーソンも銀行もいやだからね、分からん、アメリカの法律が分かんないから、分かんないけど、だって貸し使っ、それに使った車貸してんだもんね。そうね、だから共犯扱いされてもおかしくないですよね。おかしくないよね。うん、そういやだからボンさんも改造ファンカーゴでね、悪いことしないように。確かに、いやお願いしますよ。改造ファンカーゴっていうとなんか悪く聞こえるから、改造ファンカーゴで強盗をやめてくださいよ。改造しないよ、誰がファンカーゴです。ね、そうだね、うん、そう、気をつけてください、だから車ね、車なもう手放しちゃったから。